ロシアのラブロフ外相は日本との平和条約について領土問題の解決とは別だと述べ条約締結は北方領土問題の解決が前提だとする日本をけん制,制しましたラブロフ外相は26日 北方領土は第二次世界大戦の結果、ロシア領となったと改めて強調し、領土問題は存在しないとの立場を示しました日本側は北方領土の返還なくして平和条約の締結はないという立場で、両国の認識の違いが浮き彫りになりました。